彼女は予定通り自分の予祝イメージ通り、えー、ハワイの街をね浴衣を着て歩いてすごい元気になった帰ってきたっていうね予祝の体験があります。皆さんこんばんはミラークリニック院長の三浦直樹です、えー。今日もよろしくお願いします。 最近あのたくさんの方からねこの予祝っていうね病気が治って楽しいことをしてるイメージを先に祝っちゃいましょうっていうことに関してですねたくさんもっとエピソードが聞きたいっていう話もね伺っておりますので今日もその一例をねお話しさせていただきますこういうお話もしていきますのでご興味がありましたらチャンネル登録 高評価またご質問ありましたらコメント欄にご記入よろしくお願いいたします今日はねうちの元スタッフのねようちゃんっていう女の子がいるんですけどもようちゃんのお話をね典型的なすごい楽しい の話ななんでさしていいいたただきたいなと思います涼ちゃんはね最初は患者さんで来られました余命宣告されている末期の乳がんの方でしただけどもともと性格がねすごく明るくて楽しい女性だったのでこの子絶対元気になるなっていう確信が僕はあったんですね彼女といろいろねお話ししたり後々スタッフになるんですけどスタッフの旅行に行ったりねした時ももう彼女はすごいムードメーカーでみんなを盛り上げてくれるような明るい女性だったんですけどよし の話その途中で私が吉久の講演会翡翠さんと久しくなったりしてですね一緒に本書いてる翡翠小太郎さんですけど久しくなって吉久の講演会とかお話とか本も出すことになったので吉久のお話を彼女ともよくしてたんですけど彼女に何がしたい っていう話をしたらですね彼女はまずハハワワイイにに行行っったたたことがないいいからきてう話をしんですね主治医の先生とかからはもう癌で余命宣告までしてるので海外旅行は無理だって言われたんですけど彼女はもうとにかく行きたいっていう思いが強くてですねいろいろずっとねハワイの話をしてたらただ行くだけじゃ面白くないっていう話になってですね彼女はお着物を着るのがすごく好きな方だったのでハワイの街を着物を着て歩いて。 でそれで外人の人からヒューヒュー言われたいっていうねそういう養殖の目的に変わってきたんですねでもハワイは暑いよねとかってすごい具体的な予宿の話になってじゃあ浴衣にしますっつってねハワイに行った時に着る浴衣をねもう早々と購入されてハワイに行ってこの服を着るんだって言って部屋の中に飾ってね元気になってハワイに行って。 海外の人にヒューヒュー言われるっていうイメージをね、毎日ずっとしてたんですね。投稿ううしてるうちにね、本当に体調が良くなってきてですね、実際にですね。 なんとハワイに行けるぐらいまで体調が回復して最初のお医者さんに言われた嫁宣告も大幅に超えてですねすごく元気になってこれもすごいんですけどハワイに行くきっかけっていうのはなかなかどのタイミングで行こうかって言ってたんですけども先生も一緒に来てとか言われてたんですけどね私がハワイに行く理由はあんまりないなと思ってたらなんと知り合いの息子さんがですねハワイで結婚式するから来てくれっていう話になってで、ね、それに陽ちゃんと一緒に行くことになりましたそんなお誘いあるっってやっぱ 吉久ってすごいなと思いながらねとにかくハワイに2人で行くきっかけができてですねみんなでねお祝いのために結婚式に駆けつけたんですハワイにね彼女は予定通り自分の予久イメージ通りえハワイの街をね 浴衣を着てて歩いて私はあまり横についてると変なストーカーみたいに間違えられたら困るので彼女の一歩後ろからこうボディーガードみたいに歩いてたんですけどやはりね海外の方からたくさん声かけられてねビューティフォルとかワンダーフォーとかね言われまくっててすんごい言われるたんびに彼女がガッツポーズしてねよっしゃーよっしゃーってやってねすごい元気になった帰ってきたっていうねそういう予宿の体験がありますだからちゃんとね良くなったイメージ何のために元気になるのかとかどこ行きたいとかしっかり 思わぬところからそういうお話が来たり実際にそういう行動ができたりするっていう意味でね人生ってすごいなってね他にもたくさんの例の方おられるんですけど彼女はね本当にスタッフとして 真横ででで見てたんでねね彼女のの逸話でもう一個あるのは、ね、新車に乗って出雲大社に行きたいっていうね夢を持ってて本当にねご主人に新しい車を乗っ買っていただいてうちの社員旅行で彼女がね新しい車新車に乗って出雲大社までね運転してくれたんですよねみんなでね出雲大社で1泊してですねお参りしておいしいもの食べてよかったねって言って帰ってきましたそんな感じでね生きがいをしっかり見つけていってただ病気を治すためじゃなくて 病気治して何したいどこ行きたい何やりたいっていうようなことをね、具体的に日々イメージしていくと本当にそういう現実が来るんだなっていうことのね、典型的な例だったので、今日はご紹介させていただきました。他にもね、症例の方たくさんおられますのでね、病気治し以外にうちのクリニックに来るとこんなインタビューたくさんされますのでね、皆さんイメージ膨らまして来ていただくといいかなと思います。ですので、こういうエピソードもたくさんたくさんお話しさせていただきますので、またご興味ありましたら、チャンネル登録、ご 評価それからまたご質問がありましたらご質問よろしくお願いいたします。今日もねこれで終わらせていただきますのでありがとうございました。では失礼いたします。